今前半のアディショナルタイムに入りました。さあボールを奪ってラモス、ボールをキープ、そしてパスを出していく、小塚出てきた、小塚シュート、2点目。リードするレノファ山口が前半のアディショナルタイムに追加点。小塚今シーズン7点目。作るだけではない、自分が決めました。ラモスからのボールを沈めています、決めています。アディショナルタイムに大きな1点ですね、望月さん。山口とったら最高の時間帯の点の取り方ですね、最初と最後で。ラモスもよく見てました。そうですね、いいねしましたね。ちょっとエスクデロが大きなコントロールを見逃さなかったですね。今日これで小塚は